どうも、メカです。今回はこんなプロフィールの自分が、 SBI 証券が新たに始める AI を搭載したロボアドバイザー SBI ラップについて、特徴やメリット、デメリットを紹介していきたいと思います。最後までお付き合いいただけますと幸いです。まずは時間がない人のために SBI ラップについて簡単にまとめます。 SBI ラップはSBI 証券が2022年3月31日から開始する AI を搭載したお任せ投資です。フォリオ社が提供しているフォーラップというロボアドの基盤システムを利用しています。1万円から投資ができ、合計手数料は 1.1% 未満、月間平均保有資産に対して最大 0.2% のポイントが付与されます。ポイントは T ポイント、D ポイント、ポンタポイントから選択可能です。毎月運用状況が書かれたレポートが配信されるため、振り返りもできます。過去10年のバックテストでは一般的なロボアドよりも 80% 高いパフォーマンスとなりました。ではここから SBI ラップについて詳しく紹介していきます。 SBI ラップは SBI 証券が新たに始める AI を搭載したグローバル分散投資ができるラップサービスです。ラップサービスとは、各々が考える運用方針に基づき、実際の資産の運用管理を専門家に任せるサービスのことです。最近流行りのロボアドもこのラップサービスの一つに分類されます。 SBI ラップは連結子会社のフォリオのフォーラップという基盤システムを利用しており、ポートフォリオを大胆にリアロケーションするのが大きな特徴です。 SBI ラップの手数料は合計 1.1% を切ります。追加購入、解約、投資配分の変更に関しては手数料がかかりません。毎月1日から月末日までの日時報酬額を合計した金額が、その月の最終営業日の全営業日に SBI ラップ口座の現金部分から自動的に差し引かれます。SBI ラップでは投資信託を利用した投資を行います。米国株式、先進国株式、新興国株式、米国債券、米国ハイイールド債券、新興国債券、米国不動産、金です。相場に合わせて AI が判断し、この8つの投資信託を定期的に入れ替えながらポートフォリオを構築します。ウェルスナビやテオなど国内で人気のロボアドはETF を利用していますが、 SBI ラップでは投資信託です。ただし SBI ラップ専用の投資信託を通じて米国上場の ETF に投資を行っていますので、間接的に ETF に投資をしていることになります。 SBI ラップの始め方ですが、まずは SBI 証券への口座開設が必要です。その後 SBI ラップに申し込みをします。投資金額を設定すれば、あとはほったらかしで OK です。全自動で投資を行ってくれます。契約期間は1年ですが、自動更新となりますので特別な手続きは必要ありません。ではここから SBI ラップのメリットを紹介していきます。全部で6つです。1つ目は AI 全自動投資です。 SBI ラップでは全自動投資を体験できます。投資後はほったらかしで OK です。ウェルスナビやテオといった大手ロボアドバイザーと最も違う点は AI です。 AI を活用して40種以上のマーケットデータを精緻に分析し、相場を先読みしたリスクコントロール型の自動投資配分を行います。毎月1回資産対象を大胆にリアロケーションし、一般的なロボアドよりも高いパフォーマンスを目指しています。2つ目はポイントです。 SBI ラップでは保有残高に応じてポイントが付与される SBI ラップマイレージを提供しています。こちらは月間平均運用資産に応じてポイントが付与されます。1000万円以上で年 0.2%、 1000万円未満で年 0.1% です。投信マイレージサービスと同水準のポイント付与率です。付与されるポイントは
T ポイント、T ポイント、ポンタポイントの3つから選択可能です。3つ目は積み立てです。 SBI ラップでは毎月1回1万円以上1000円単位で積み立て投資が行えます。 SBI 証券総合口座からの振り替えです。積み立て資金は毎月最終営業日に SBI 証券総合口座から自動で振り替えられます。ちなみに SBI 証券では銀行引き落としサービスを提供しており、手数料無料で登録した銀行口座から毎月自動的に引き落とし可能です。こちらを設定すれば資金移動が楽になります。4つ目はレポートです。毎月の運用状況を月次レポートで公開します。これによりマーケットの分析や投資配分の比率がどのくらい変更されたかなど定期的にチェックすることが可能です。5つ目は手数料です。 SBI ラップの手数料は信託報酬を含めても合計 1.1% 未満です。国内のロボアドを見ると多くが 1% 前後の手数料を採用しています。同じ AI 投資であるフォリオのロボプロも 1.1% ですので、これらと比較すると割安です。6つ目は最低投資金額です。 SBI ラップは最低投資金額がたった1万円です。誰でも気軽に始めることができます。続いてデメリットを紹介します。2つありますので詳しく解説していきます。1つ目は損失です。 AI を利用した全自動投資ですが、損失が出る場合があります。確実に儲かるわけではありません。リターンを求めるならリスクを負う必要があります。2つ目は最低投資金額についてです。 SBI ラップでは先ほど説明した通り1万円から投資できますが、国内では1万円未満で始められるロボアドが存在します。それはマネックス証券が提供しているオンコンパスです。こちらなら1000円から投資ができます。もしできるだけリスクを抑えてロボアドバイザー投資を始めたいという人がいたらオンコンパスがおすすめです。参考までに過去10年間のバックテストの結果が公表されていますので、こちらを共有します。こちらを見ると一般的なロボアドバイザーサービスよりも高いパフォーマンスを出していることがわかります。 SBI ラップでは 155% のリターンを生み出し、他のロボアドバイザーサービスよりも 80% 高い結果になりました。この運用実績がずっと続くとは限りませんが、自動運用にもかかわらずこのパフォーマンスは評価できる結果だと思います。ちなみに自分はシステムを提供しているフォリオのロボプロで1年以上投資をしていますが、そちらの運用実績は約 6.3 万円のプラスです。率にすると 21.5% です。よってこのバックテストの信憑性は高いと思います。では最後にまとめます。現在国内のロボアドはウェルスナビやテオを筆頭に成果報酬型のサステンなど様々なサービスがしのぎを削っています。ただ自動売買といってもその多くがリバランスのみで、 SBI ラップやフォリオのロボプロのように大胆なリアロケーションはしません。つまりほとんど売買をしないのが現状です。一方 SBI ラップなら毎月利益が狙えそうな金融商品を変えていくことから、長期はもちろん短期でも利益を狙えます。個人的には真のロボアドだと感じていますので、気になった方はぜひ1万円からチャレンジしてみてください。以上、今回は SBI ラップについてまとめてきました。こんな感じで自分のチャンネルでは日々の生活を少しだけ豊かにする金融関連の情報を発信しています。参考になったという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。